どうも、アイチです。今5月の末に撮ってるんですが、分散登校を含め学校の方がでも再開したよっていう方もね、結構いらっしゃると思います。ただまあうちの息子もそうなんですけど、だいたい6月の頭から学校が再開される方が多いと思うんですね。でこれから、まあ、自分もね、もちろん今学生ではないですけれど、学校が再開された後にこういったことが起こりうるっていうのをちょっと皆さんに頭の片隅に置いといてほしいんです。で置いといてもらった状態で、まあ、それ結構不安を煽ることになってしまうんで申し訳ないっていうのはあるんですけど、でもそれを頭の片隅に置いといてもらわないと、いざいきなり直面した時に打ちひしがれてもう無理ってなっちゃう方が多くなる気がしてるんですね。すごいそれ自分危惧してて、その部分を。なのでちょっとそこについてね、話していきますんで、よかったら最後までお付き合いください。で何かっていうと主に2つあるんですけど、まず1つ目がいじめです。いじめとまあストレス、不登校とかのも含めてなんですけど、今結構メディア、テレビでコロナうつっていう言葉がちょっと出てきてます。見たことある方いると思うんですけど、まあ、コロナ関連でうつ病の方、まあ、うつ病まで言ってないんですけど、ちょっと精神病の予備軍みたいなのにかかってる方が結構増えてると。でこれ学校の現場で確実に起こると思ってます。でまずはもう学校に行くのが嫌だっていう、だから今まで、まあ、不登校の子もやったと思うんですけど、不登校予備軍、自分とか多分そのタイプですね、タイプだったんですけど、不登校も学校行きたくねえなとか辛いなって思ってるんだけど、なんとかこうちょっと踏ん張ってというか、まあ、休むのが怖いしとかいろいろ、まあ、動機はあると思うんですけど、それで行ってた方、予備軍だった人とかがその本当不登校になってしまう、もしくは全く不登校と思う、自分の中に選択肢もなかった、そんなのっていう方も不登校になりうる可能性が大いにあると思ってます。その要因としてはやっぱりこの2ヶ月の大きなドーンって休み、2ヶ月以上か、2ヶ月半ぐらい休みが入ってしまって、まあ、学校っていうリズムがもう完全に抜けてます。おそらく抜けてると思うよ、みんなは。でこれから始まる分散登校、まあ、分散登校であれば2日に1回だったり、午前だけとか午後だけっていう形で長時間ではないので、そこが、まあ、段階を置けば踏ん張れるかもしれないけれど、うちもそうなんですけど、うち分散じゃないんですよ、急に普通に始まります。だから急にバンって戻された時に耐えらんないんですよ、その変化に。でドロップアウトしてしまう、じゃドロップアウトって言葉も失礼です、あえて使いますね、ドロップアウトしてしまう方が多くなると思ってます。で自分は不登校に関しては別にいいじゃんっていうスタンスなので、不登校が不幸なんて全く思わないのでいいじゃんって思っちゃうんですけど、でも自分がどうこう言っても皆さんの周りがそう思ってるわけではないですよね。そうなったことによって家族にわーって言われる可能性も大いにある。でみんな自身がそうなってしまった時に、なってしまった自分に耐えらんない、その自分に耐えらんないからもう生きてる価値がない、死んじゃおうってなっちゃう子もいると思うんですね。でその可能性がある。ただ今回これに関してはじゃあこうしとけば大丈夫だよっていう解決策を言えないんですよね。それが本当に申し訳ないんですけど、ただそうなる可能性が誰にでもある。思った以上にしんどいというか疲れるというか、もうなんか大きな変化がわーってかかる日々がやってくるっていうのは思っててほしいんですね。それでなんか思った以上にこう不安を煽ってしまうかもしれないんですけど、けれどそうなってしまうかもしれないって思った状態で生活しとけばちょっと予防できるんですよ、その部分が。なので今回喋らせてもらいました。ただ一個だけもしかしたらね、ちょっと解決というかならない予防線になるかなと思うのは、ハードルを上げないことです。自分の中の、自分ってここまでやんなきゃダメだよねっていうハードルをできる限り下げましょう。下げる、一生懸命できなきゃいけない、いっぱい勉強やらなきゃいけない、そうじゃないんです。変化に耐えてるだけでもめちゃくちゃ頑張ってるんですよ、それって。いいですか、頑張ってるんだって。学校行けてるだけでもそれも頑張ってる。別に不登校がダメってわけじゃないんだよ、ダメじゃないんだけど、いいんです。だから自分が頑張るっていうハードルを下げる。 でも勉強がさ、じゃあ学校行っただけだからもう私いいやって思えない子もいっぱいいると思うんですね。だったら1日いつも言いますけど10分でも構わないんですよ、15分でも30分でも構わないので、短い時間でも構わないから毎日何かやりましょう。0より1の方がいいんです、0より1だから。いい、自分で決めたこと、そのハードルを下げます。こんなにやんなきゃじゃないんです、これでいいから、いい、ここでこれはやろう、今日はもう大変だろうけどこれはやろうって決めたものをクリアしていくっていうのをやっていくと自分への自信にもなるので、決めたことをやれてるからね、自分が掲げたハードルというかそれをちゃんと超えてってるっていうちょっとした自信にもなっていくので、そのハードルを高すぎないようにしてください。でもし親御さんが見てくださってる方がいらっしゃれば、お子さんに求めるハードルを上げないでください。お子さんに求めるハードルを上げてしまうとそれを超えらんなくてそこで潰れてしまいます。
それは非常に辛いことなので、ぜひよろしくお願いします。そしてそれに絡めてですね、もう一個がコロナいじめです。でこれの方が心配で、その、まあ、大きくね、みんな全員にストレスがかかりました。今回もうその変化っていう部分でストレスがかかって、でそれがいざ投稿になった時に、投稿するだけでも不安な方いっぱいいますよね。まあ、自分は多分そのタイプですけど、どうしようっていう、でも全くそんなん気にしない、もうみんなでやったぜっていうタイプもいる。でその中には、じゃあもう全然気にしてないんですよ、自分コロナのこと気にしてないからこそ他人にちゃちゃを入れるやつがいます。ちょっとくしゃみした咳しただけで、うわお前コロナじゃねえのって言い始めるとか絶対に現れる。でそういったやつの一言から、それがもし群れになるといじめになりますね。で例えば最初は 2,3 人がいてただけでも、コロナが不安っていう、そのいじめに対して言わないけれど、でも守るっていう、その賛同しない、見て見ぬふりをしてしまう、その第三者にいるグループの人が思っちゃうんですよ。汚染されちゃうんです、その発想に。その子たちもコロナは不安なので、そのあいつがくしゃみしてから、うコロナコロナって言われてると、そのこのメンバーが、あーでもそうなのかも、ちょっと心配だな、距離を置こうみたいな感じになって、その距離を置こうって別に何も言ってないんで、発言はしてないんですけど、言われてる当事者感じますからね、気づきますから、そんな、あ避けられてんなって。でそれが非常に心配で、この面に関してはどうこうできないですよね。正直どうこうできない、どうしようと思ってて今で、まあこれに対して対策を打ってる方もいるかも、もしなんかそういうことに対して手を打ってるっていうか、なんか事例があったら教えてください。ちょっとコメント欄細かくチェックするんで、あの勉強します、そこは。はい、でちょっとだから何も言えないんで、喋るかとかも迷ったんですけど、でもそういう可能性がある。そうで、なんかそのさ、もう心もなんか何も感じずに言ってるやつもしょうがないんだよ、気づけないから、そいつは気づけないんだけど、もしかしたら本当に気にしてるんだけど、なんか不意に出ちゃった一言で変に刺さっちゃうタイプもあるので、ぜひ、まあ、見てくださってる方の中には、その自分が発した一言がもしかしたら間違った風に広がって誰かの心を刺してしまう可能性があるんだっていうのは、あの頭に留めてもらえたらと思います。そして最後に伝えたいのが第2波ですね。先日福岡の方でちょっと第2波なのかみたいなのがちょっとニュースになってましたけれど、これから学校再開されます。飲食店もね、あの普通にオープンになりました。もちろん制限は入ってますけど、距離をね、ソーシャルディスタンスを取ってとは言われてますが、第2波、それは大きく大小あると思います、その第2波に関しては。けれど少なからず第2波は自分は起こるんではないかなと思ってます。すいません、ちょっと本当にこういう根拠ないことを言ってて申し訳ないんですけど、そう思って生きてなきゃダメだなと思ってるんですね。で今回なんでこれを話したかっていうと、学生のみんな、第2波が来るかもしれない、また突然学校がなくなる可能性があります。学校行けなくなる可能性が出てくるんです。で、学校がない状況が続きました。再開します。で、まあ、すぐじゃないでしょうね、起こるとしても。まあ本当1ヶ月が経って頃かもしれないです。で起こらないように越したことはないんですけど、でもまた起こって学校がなくなるっていう、もうペースがもうぐちゃぐちゃです。めちゃくちゃにされてるペースに関しては。けれどそれを受け入れるしかないんですよ。だからもし第2波が来て学校がね、また行けない状況が出てきた時に、今回は第1波の時はみんな戸惑ったでしょ、どうしよう勉強って、みんな戸惑った、みんなもそうだし、親御さんもそうだし、学校の先生もそう、みんなが混乱してた。でも第2波に関しては差が出る、そこで起こるかもしれないって、そう思いながら勉強して、そうなった時にこうしようって決めてた子は戸惑わない。いや多少戸惑うかもしれないけど、でもすんなり切り替えられる。けれど大丈夫っしょって考えてた子は、またやべ、またどうするみたいな。で、そのどうするって言ってる時間がどんどん経っていくうちに、また差が生まれるんだよね。なので、その第2波が起こるかもしれないっていうことを念頭に置いた、生活を送ってください。それはもう本当学生、今度学生向けにね、喋ってますけど、自分も含め、親御さんもそうだし、学校の先生もそうだし、社会人みんながそうです。もう日本人みんながそう。第2波が起こるんだと思って、ぜひ生活をしてください。さっき最後って言った上でまた最後になっちゃうんですけど、途中で話したように、親御さん保護者の方にはぜひ、お子さんのハードル、求めるもののハードルを高くしないでください。でも親心として分かります。学校が止まってたから置いてかれるんじゃないかって不安になるんですよ。だからいっぱい勉強求めたくなるんですけど、子供たち今学校に行くだけでももうギリギリですの方が多いはず。なのであまり高くを求めないでください。で今度は逆に、学生のみんな、今お父さんお母さん働いてる方がねほとんどだと思うんですけど、これから働いてる方のストレスがめちゃくちゃかかってきます。
今まではいろんな業種みんなが辛かった、辛くて、まあその倒産してしまった会社もいっぱいありましたけど、それでもギリギリで耐えてた方がいますけれど、仕事が再開された時にそこでいろいろ現実を知るわけです。そこから戻っていく業種もあれば戻れない業種もあります。本当にずっとお金に関しても辛くてさ、しょうがないっていう親御さんも出てきます。だから、みんなのお父さんお母さんも、まあ、顔に出さない方が多いと思う、多いと思うんだけど、みんなが思ってる以上にかなりしんどい状況にありますっていうのをぜひどっかで思っておいてください。だから何かをしろってわけじゃない、しろってわけではないんだけど、どこかで思っておいてください。でみんなが辛いです、みんなが辛い、でもその状況だからこそ、だからこそできることっていうのがあると思う。てかそう思ってないからやってらんないんだ自分が今、なので、まあ、今回ちょっとわーって話しちゃいましたけど、ちょっと話したことをね念頭に置いてもらって、新しい生活が始まります。これからまた学校っていうね生活が始まった時に、みんなにとってみんなの工夫でちょっとその時間が有益なもの、いいものにできるようにしていってもらえたらと思っておりますので、自分もねこれから必死に頑張っていきますので、一緒に頑張っていきましょう。